はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今回は、僕の動画チャンネルではこのロボットが出てくるのは初めてだったかな。グレートマジンガーが登場です。これ買ったっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、2018年にバンダイさんが発売していたプラモデルの HG144/1 スケールグレートマジンガー、その年に公開された劇場版マジンガー Z インフィニティに登場したバージョンです。マジンガー Z の方が結構あの頃動画にしてる方いらっしゃったようなんで、僕はあえてグレートでいこうと思います。これ発売時にすでに僕組んじゃったのでパーツ状態がお見せできないんですが、こんな感じになってました。今日は初のグレートメインの動画撮影ということで、僕は楽しみなんですが、頑張ってかっこよく撮りたいと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いください。そしてまたチャンネル登録やグッドボタン、あと旧 TwitterX のフォローもよろしくお願いします。で、今回組み立て状態がお見せできないもんで、とりあえず一旦ある程度バラした状態からお見せしようかと思います。この辺までバラしてみましたので、まだ組んだことないという方は、どんな構造になってるかご覧いただけたらと思います。今回デザイン的にこのように細かいモールドが入っているので、そのモールドに沿ってパーツ分割されているところが多いですけども、この辺とかちょっと合わせ目見えますね。2018年のキットで、意外とちょっと古めかもしれないけれども、構造としては割と動くところはね多いですよ。ただデザイン的にアーマーが結構干渉したりするので、可動範囲的にはねそんなびっくりするほど広くはない。これ肩の内部ですね。でマジンガー Z と共通している部品っていうのは意外と少なくって、こういうアーマー類もほとんどグレート専用になってて、内部の関節パーツとか、そういうところが共用っていうイメージですかね。でもこの股関節とか引き出しできるようになってるし、この軸部分とか緩かったので、ご覧のように接着剤をコーティングして、ちょっと固めにしてあります。ボディは腰と胸のところで分割されてるね。こうやって地味に中も動くんだけど、ただそんなにね胴体が動きまくるっていう印象じゃないんですけど、特にグレートはね、あの Z よりも干渉するパーツが多いかもしれない。頭部も首とさらに頭のボールジョイント部分で稼働しますね。胸の放熱板の部分がクリアパーツになってて、これが素敵。こんな感じで、今回も合わせ目とかゲート処理とかやってないですけれども、完全パチ組で出来上がりました。で今2024年の2月に入ったところなんですけど、今ちょうど YouTube で、公式に劇場版のマジンガー Z インフィニティが期間限定配信されてまして、それを僕は見たっていうのも、久しぶりにこれを引っ張り出してきた理由の一つでもあるんですが、一応僕はあの当時本編を公開時に見てはいるんですけれども、でもなんだかんだ5年経っちゃったのかね、やっぱり懐かしく思いながら見てました。この HG のプラモデルの方はマジンガー Z の後にこれが出て、でその後オリジナルの展開でグレンダイザーとかに続いていきましたよね。当時はこの辺もメタルビルドまで出てたんだよね。この作品のバージョンの独特なディティールも、このようにね細かく再現されてます。僕このアレンジ結構好きだったんですよ。でシールも一部使用しております。例えばこの頭部のブレーンコンドルの黄色のとことかシールです。劇中でのグレートマジンガーの活躍自体は少なめだったから、プラモデル出ないかなと思ったら、ちゃんと出ましたね。でスクランブルダッシュは背中に取り付けて再現するようになってます。これもシール一部使ってて、このグレーのとこ、この辺だね。で取り付ける際は背中の穴に差し込むんだけど、この穴は塞ぐパーツみたいなのは特についてなかったです。いや僕は子どもの頃はね、どっちかっていうとこの尖ってるグレートマジンガーの方が実は好きだったりするんですよね。やっぱ子どもの頃は尖ってる方かな。マジンガー Z のリメイクとかリブートとかそういうのって、あんまり驚かないんですけども、でもこの時の作品は、
まあ、コウジ君たちが、まあ、だいぶ大人になった姿を描いてるってことで、まあ、そういうパターンは珍しいなと思って楽しみにしてました。まあ、内容も、まあ、やっぱり好きな人たちが作ってるんだろうなっていうのを感じられて、まあ、僕はあの時気に入ってましたね。まあ、スケールは144分の1だけど、まあ、元がでっかいロボットだから、まあ、実際はガンプラのマスターグレードサイズぐらいあります。飛行ポーズ再現したいんだけど、首がねそんなに上向かないんですよね。でこのパーツ、まあ、これをこうやって腰のところに取り付けると、まあ、飛行状態でスタンドつけて飾りやすくなってます。首のボールジョイントをもうちょっと引っ張ったら首が上に向きやすいかな。グレートブースターの方は今回付属してないんだけど、まあ、劇中でもね、あの使いたいところで使えなかったりして、まあ、そんな状況だったからな。続いて武装を、マジンガーブレードはご覧のように2本付属しています。で交換用のハンドパーツ類は、まあ、これが武器持ち手、ブレード持ち手ですね。それとサンダーブレイク用の指差しの手首、手首の接続はボールジョイントになってます。あとハンドパーツは右側の開き手2種類なんだけど、まあ、これはね Z の時と同じパーツかな。こっちは握手用だね。まあ、Z と握手した状態で飾ったりする時とかに使います。じゃあ続いて剣の方も持たせてみようかな。登場人物たちが、まあ、成長した姿を描いてるってさっきも言いましたけど、まあ哲也さんの場合なんかね、まあ、そろそろ白髪が気になるお年頃になってたりして、まあ、そんな話が出てきたのがちょっと楽しかったです。肩関節はボールジョイント可動になってます。横に開くとこのぐらいかな。そして上腕でロールができて、肘はねこのぐらいまでしか曲がらないですね。あと手首がスイングできるようになってます。肩関節が前にスイングできるようになってるから、ちょっと両手持ちっぽいことも。胴体そのままだとそんなに傾かないけど、まあ、ボールジョイントのところを引っ張り出したら、まあ、ちょっとだけ余計に曲がるかな。いやこのグレートマジンガーもかっこいいと思うんだけど、ただ今回はどっちかっていうと囚われのお姫様みたいな役どころだったんだよね。まあ、股関節はさっきも言ったように引き出せるから、まあ、こっちは結構動かせるんじゃないかな。横に広げるのもね。あとここで回転して、で膝は一応二重関節なんだけど、まあ、でも頑張ってこのぐらいまで。足首も、まあ、二重の可動部分なんだけど、ちょっとアーマーが当たるかな。胸の放熱板を外せばグレートブーメラン。とまあこんな感じでね、次々と武装を披露していこうかなと思ったんですけれども、まあ、残念ながら、まあ、映画の中で使用した武器を、まあ、全部再現できるってわけじゃなくって、まあ、映画で使ってたドリルプレッシャーパンチは、まあ、腕の刃の部分が再現できてません。あとその他ギミックでね、ブレーンコンドルが脱着できるようになってるんですが、まあ、外した状態で頭部はこんな感じになっております。でファイヤーオンするときはこの機種の部分を外して、まあ、差し替え式ですけれども、この頭部の部分にこうやって接続することができるようになってます。まあ、差し替えだけどこういうとこ再現してくれてるのは僕は嬉しかったですね。ちなみにマジンガー Z の方は差し替えなしでパイルダーオンができるようになってました。じゃあこの後はその同じシリーズのマジンガー Z の方も一緒に並べてみますけれども、これ並べてみるとやっぱりグレートの方がちょっと大きめになっているという。で今回のマジンガー Z インフィニティの配信、
能登半島地震の復興応援配信ということで、期間限定で2月9日の金曜日20時まで配信を行っているそうです。動画の収益を被災地に寄付ということですので、見たことないという方も、僕のようにね、もう一回見ようという方も、ぜひ、今からだともう1週間切っちゃってますけども、この期間中にぜひご視聴することをお勧めさせていただきます。あの頃の水木一郎さん、兄貴の歌声も聞けますよ。じゃあ僕のこの動画の方も、この辺までにしときますけれども、またコメント欄に、皆さんからの楽しいコメントをいただけたらと思います。毎回楽しみにさせていただいております。じゃあ次回も僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。その時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。